トキタン正義。さあ、トキタン正義、昨日の走りができるならば、昨日本当にノリノリになっていたこのピンクと黒の86、頑張れトキタン正義 ASD86。 さあ、1本でまずは決めることができるかどうか。トキタの1本目、まずはで、角度をつけていけ、バーディーフラッシュ。これは痛いクラッシュです。いやー、おそらくですね、ちょっとね、出から含めても、はい、全部置き気味なんですよね。そこから中途半端な角度をつけた状態でもっと振り込んでればという。いや、トキタン、トキタンが自分でモノマシンを見て頭を抱えて、もう見ないで見ないで、お金がいや、でももうこれは、うわ、それはこっちが言いたいセリフだよ、ときた。ときたさん。でもね、いやー、いい走りできていただけに、ときたさん、でも頑張って、なんとかみんな拍手、拍手、もう、頼むよ、ときたさん。いやー、これは痛い。あのね、はい、気持ちよかったな、あそこ。はい、あそこまで。あそこは気持ちよかった。はい、いや、いけると思ったんだけど、振り切れてませんでしたよ、全然。あのね、フロントがなぜか引っかかった ね、うん、ったね。まあ、今年はいろいろありますねでもこれ、時田さん、見た目大変そうですけど、やるしかないですよね。もう、時間いっぱいありますから。そうですね、明日に向けてね。いやー明日に向けては無理でしょう。ダメ、ダメでしょうね。いや、ダメって言わないで。いやー、ダメでしょうね、これは。本当ですか。あの、レポーターやりますよ。自分から言っちゃったよ、もうだね、これ。だって、辻君、そこのコンクリートウォールが完璧に挟まれてるからね。もう、うわー、完全にずれちゃう。だって、浮いてましたもん、はい、ぶつかって時田さん、はい、あの、またベルトね、あれ、徳田さんですよね、今乗ってたの。そうですよ、あの人ですよね。そうです。いや、もうちょっと、いや、残念だな。